ゲバの草月流アトリエ制作部、いけばのパフォーマンスユニットザ草月座長の深澤です。私たち草月流は高知県 JA グループ高知と連携し、素晴らしい高知県産の花を応援します。現在コロナ感染症は沈静化に向かい、正常な生活に戻りつつありますが、イベントの休止自粛により花の消費も大きく減少しております。この影響は高知県の生産者にも出ており、私たち花に携わる者として花の生産者が減ることは大変残念なことと思います。今こそ私たちが花のある豊かな暮らしを皆様に伝えていく時だと思っています。美しい花を育ててくださる生産者の方々に感謝して、花を生けて応援していきたいと思います。今回はお正月をテーマに、グロリオサの花を生けて応援します。高知県のグロリオサは生産量が日本一で、年間約300万本ほど生産しています。グロリオサは高知県を代表するお花の一つなんです。高知県三郷地区の花を今回は使用しております。高知県産のグロリオサの特徴としては、やはり発色のいい色が魅力的です。グロリオサを生ける時のポイントとしては、特徴的な葉と花の造形を生かしていけるのがいいと思います。注意点としては、やはり葉の先端がカールしているので絡まりやすく、無理に引っ張ってしまうと茎が折れたりするのでご注意ください。記念日や特別な日、ちょっと嬉しいことがあった時などに花を生け、花を飾っていきましょう。高知県はグロリオサの他にユリ、トルコギキョウ、オキシペタラムなど品質の高い花が数多くあります。一緒に高知県の花を応援しましょう。この高知県のプロジェクトに共感いただいた方には、ぜひ高知県の花を使って、生け花を生けていただき、SNS 共通ハッシュタグ、高知県の花応援プロジェクトと入れて、シェアしていていただけたら幸いです。皆様のご投稿楽しみにお待ちしております。